弟蘇我氏が豊の国で中野大江の手によって滅びます。でその墓を、光玉天皇は許しますね。で生前から作っていた並び墓に、ちゃんと、埋葬させたと許可したと書いてあります。でそれがですね、さっきの馬ヶ岳のすぐ南に三塚古墳というのが残されておりました。おりましたです。今現在これで1号墳しか残ってません。で1号墳、2号墳、3号墳で、1号墳が恵美氏の墓、2号墳がイルカの墓と思われます。これが日本書紀に書かれた並びが墓だろうと思われます。はい。で実際に、発掘現場を案内してもらいました、宮古町の井上さんです。でこれ明らかに石室古墳の跡なんですが、壁になった石が存在しません、うん、だから、井上さんは三塚古墳の洞窟は石材採取が目的ではないかと、まあ、宮古町の、広報誌にお書きになったわけでございますね。ないんですよ、あんな大きな石が。もう奈良の石舞台の石よりも大きな石がここにこう立っとったはずなんですがね、全部ないんです。ないんですよ。これ1号墳ですけどね。2号墳も当然、3号墳も当然石室古墳だったと思われるんですが、なんせそこから土を取る目的で業者が全部削ったんですから、石出てないわけです。出てないんですよ。